近所の家に何でも吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え、吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな、俺が何とかしてやる。 家の中がどうなっているか調べてみるか。 障子の奥に何かいるぞ。 何のいたずらだ。 印を結んで炙り出すぞ。 上に上がったぞ。 出てきやがれ。 いつまでかくれんぼする気だ。 おい、力を使って居場所を特定しろ。 やっと会えたな。 ここにあるものすべて俺のもの。 さあ、 偉そうに、高みの見物か。どうすればいい。人に聞く前に自分で考えろ。
よくやった。あとはあの野郎だな。そう思って消えていきな、ごよき野郎。戻れたな。俺の言った通り、なんとかなったろ。僕が体張ったんだけど。人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局全てを失うがな。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな、物が完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。よかった、これで家に帰れる。